でございます。ジエンカウンターといえばこちらの先輩、事件爆弾です。一種の牧さんです。よろしくお願いいたします。今日は日曜日、スケジュールイライラしているチューズデイ、ウェンズデイのんびりしたいけどまだまだ遠いは日曜日。ラルレリ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 ラルレル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 ラルレ。ラスデンゼンズ痛いけどイライラしているフライデー、ラスデンゼンズ痛いけど明日は年日曜日。ラルラリラルラリラルラリルラルラリラルラリラルラリルラルラルデオができて二人で飲みましょう三本月が止まるまで。お菓子をいっぱい詰め込んだバスケットも用意できたし、早起きして迎えに来てね、明日は必ずお天気になる。ララ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 ラ寝しているずーでい、ウェンデーお返事がいだけどじらして渡そう日曜日。ラルラリラルラリラルラリリラルラリラルラリラルラリリラリンな胸をかけて二人で飲みましょう散歩道月が止まるまで。お菓子をいっぱい詰め込んだバスケットも用意できたし、早起きして迎えに来てね、明日は朝からお天気になる。ラララララララじゃ寒しラリンラムネホができて二人で飲みましょう散歩道月が登るまで。ラリンラムネホができて二人で飲みましょう散歩道月が登るまで。ラリンラムネホができて二人で飲みましょう散歩道月が登るまで。日曜日やるんだよね今度ね。あれあれそれでは、よくわかんないけどとりあえずやってみますので皆さんもついてください。ついてくるかい、ちゃうわ。
Oh,
ございます。よいしょっと、桜が散った後に桜の時期しか歌わないんですけど、でも僕人生なんか桜っていうのは生きてる時代で、桜が散ると死んでしまってまた生まれ変わって、その流れがずっと何億年も続いてる気がします。何が言いたいのか分かんないですけどね。そういうことで、ちょっと最後の曲です。よかったら皆さんも、僕の自制の歌です。お誕生日する人、明日死んでしまう人、僕らは
りをせかすように桜桜まだ舞い落ちるいつか生まれ変わる時を信じ泣くな友よ今惜別の時ありがとうございました。